死ぬ覚悟はできたか。敵地で一人になるとは、貧弱第八は報告通りの人員不足なようじゃの。わしの研究で強化した炎人が消し炭にしてやろう。増強された火力を一点集中させて放つ新兵器、死体も灰も残すなよ。薬のおかげで体の内から外まで炎が力が、うわぁ来た来た。危ねえ。貴様、騎士の照り焼きにするつもりか。照り焼き、てめえに何のタレがついたって言うんだ。我は灼熱の地に降り立ち、金色の衣をまといて、はぁ、天ぷらの話か。お前バカだろ。騎士だ。お前マジに特殊消防官かよ。ビビってんのか。手応えがねえし。余裕ぶってんじゃねえよ。なんだお前、カッコつけてるだけでめちゃくちゃ弱いな。バカだし。なぜだ、いつもの調子が出ない。お主の調子の問題ではない。わしの炎人の火力が強すぎるのじゃ。いるんだよな、もともと何もできねえくせに。調子が悪いだろ、何かのせいにして逃げる雑魚が。インチキ揃いの消防官らしい言い訳だね、雑魚バカがよ。何、海賊早々の新入隊員じゃ、実戦のレベル差に気づくことすらできんようじゃな。それを調子のせいにして情けねえ。カッコつけてるだけのバカが騎士？負け越しの負け犬がいいとこだぜ。俺は騎士でも騎士王だぞ。うるせえ。雑魚がしゃしゃり出てきた褒美に、せめて苦しませながら殺してやるぜ。なぜだ、全く力が出せない。左、なぜ右利きの俺が左手で持っているんだ。はぁ、知るかよ。あの世でもそうやって言い訳してる。死で一戦。なんだ、おかしいと思った。なんじゃこいつ、バカ強い。